はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は第3のビール、ソーナマという、これはプライベートブランドですね。クラシモアの、プライベートブランド。キレのある味わいと爽快な喉越し、発泡酒と大豆由来のスピリッツが原料の新ジャンル。アルコール度数 5.5%。いかにもまずそうなんですが、買いました。まあ、安かった。まあ、安かったっていうか、まあ、88円とかで売ってたの。原材料が発泡酒、かっこコーンスターチと、麦芽とホップとスピリッツ、かっこ米と大麦と炭酸ガス。原産国名が韓国となってますね。韓国か。どっかのスーパーで買ったんだったっけな。これどこで買ったんだっけな。クラシモア。もしくはあのローソンストア100で売ってたのかな。多分ね。いや、完璧。あ、ドラッグストアかな？いや、でも、結構コーンの味が出てて、割と美味しいな。うん。これ、発泡酒かっこコーンスターチって書いてあるから、コーンの、コーンスターチ使ってるから、結構こ、あの、なんていうかな。あの、あれの味がする。コロナビールっぽい味がするね。割と美味しいですね。梅しば、カリカリ梅の梅しば。これはやっぱカリカリ梅は梅しばに限る。これをつまみでいただきますか。いやー今日はですね、東京がむちゃくちゃ暑くて、最高気温37度。という。アホみたいな暑さ。なんで俺は、あの外に出ず、ひたすらエアコンを30度設定にして、でもね、30度設定でもね、あのね、ワンルームだとね、だいたい29度ぐらいになるんですよ。うん。ちょうどいい。俺あんまり、あの、俺、冷え性なんで、あんまり、あの、30度設定か29度設定にしかしたことないですね。
ちょうどいい。でね、1ヶ月のね、1ヶ月の電気代が、その、クーラー使ってない時に比べて、1500円しかアップしてなかったの。だから、クーラーの、1日あたりだいたい50円ですね。さすが、全然、やってなかった。29度設定と30度設定にしてるだけある。めっちゃ安い。ちょっとこれ韓国っていうことを除けば、まあ、わりかし飲めなくもないっていうか、まあ、まあ、まずくはないですね。別にそこまでうまいかっていうと、うまくもないけど、まあ、別に、悪くはないんじゃない？ただ、韓国は俺大嫌いな国なんで、まあ、本当は四つ星つけたかったんですけど、まあ、三つ星ですね。これは。まあ、何が入ってるか分かったもんじゃない。唾液とかね。もう入ってる。可能性を考えると。そうそう。変えたもんじゃない。という感じですかね。そう、最近ですね、3DS がぶっ壊れまして、3DS がぶっ壊れて、で、任天堂に修理を送ったんですけど、なんと、修理代金が7700円。かかるっていうメールが来たんですよ。んでね。で、どうしますかって。修理しますか、それとも修理しませんかって。なんか来たんですけど。もう修理しないで、でも、新しい 3DS の、違う、2DS の LL を買おうかなと。最近出たね。1ヶ月前ぐらいに出た。2DSLL を買おうかなと思う。まあ、3D 機能は全く使わないんで、俺はね。だから 2DS でいいんだけど、ただ 2DS、普通の 2DS だとパカパカできないの、こう。折りたためないのよね。それと、あと、いろいろ調べたらモノラルらしいんですよね、音声が。音楽が。スピーカーがモノラルらしいんですよ。で、やっぱりモノラルだと、よくはステレオの方がいいでしょ。だから、まあ、値段が1万5000円ぐらいするんですけど、ニュー 2DSLL を買おうかなと。ちょっと、ね。ニートにはなかなか厳しい出費ですけど、まあ仕方ない。まあだいぶね、初期 3DS をずっと使ってたんで、まあ5年ぐらい使ってきたんかな。来たんでね。仕方ねえなと。まあ故障するのも仕方ないと。という感じですね。ということで、2333です。ご視聴ありがとうございました。